30分か後にお家を出るので、その準備をしながらおしゃべりをしたいと思います。髪がボサボサなの、ごめんね。今から綺麗にするからね。おはよう、みんな起きてますか？珍しくこの時間ですが、おはようございます。今日はこの後2周年コンサートがありますよ、皆さん。つだちゃん、いやもうさ、体調やっと治ったと思ってたのに、昨日のレッスンでまたちょっと風邪気味になってしまう。おはよう。休みなのに5時から起きてるの？5時にめっちゃあれ、目が覚めちゃうタイプの人ってこと？羨ましいね。まあでも5時に目覚めても誰かしらショールームやってるでしょ。おはよう。コンサート頑張ってね。ありがとう。頑張ります。名前はゆらあかりです。ゆらあかりって呼びます。ちょっと前だな。うまくできない。もういいや、これでちょっとうまくいってないけど。シンジ、タイガーマスクさん、おはよう。みんな、そしてですね、センちゃん、そしてですね、皆さん知ってると思うんですけど、本日は STU48結成2周年です。イエイ、ヒロさん。やったね、2周年。まあ、私はドラフトで入ってるので、STU 自体にいる年数で言うと、まあ、STU 自体は2周年なんですけど、まあ、私たちはまだ1周年なんですけど、周年なんですけど、こうやって結成2周年の場に STU メンバーとして一緒に入れてることがすごく嬉しいです。これから先もう3周年とかは船ができてるのかなって思うんですけど、これから先もこうやって3周年4周年って歴史の作っていくんでしょうね、 STU は。タケポ、もう2年ですね。なんかでも1期生さんはめっちゃ言った、もう2年早いって言ってました。まあ、私たちももう1年早いっていう感じなんですけど、ドラフト戦も時が過ぎるのはあっという間で、次が最後の曲になりましたっていうやつですね。平塚さん、ありがとうございます。ジョシャンハー、私的に言うともう1年って感じですね。確かに思い返してみるとめっちゃいろんなことがあって、
構いろんなことしてきたなって思うんですけど、エステに入って、でもなんか感覚的に言うと、あ、もう1年なんだって感じですね。ダメダメ、クマさんありがとう、クマさんのやつありがとう。ダメダメ、生誕祭もね知っていただけたりとかね、一輝さんありがとう。うん、なんかすごくあっという間に過ぎてる感じがします。時が STU に入ってから、なんかなんだろう、 STU になる前はなんか毎日すごくどうでもいい時間を過ごしていて、何にも頑張れてなかったので、今はこうありがたいことにやることがたくさんあって予定がたくさんあって STU として逆にそっちの方がちょうどいいなって私は思って。メイジンさん、2周年です。ヒデポ、ありがとうございます。そうだね、まずショールームがね365日ずっとやってたからね。ST になる前からショールームずっとやりたかったんですよ私。だからすごい嬉しい。ショールームやりたかったの本当に。こういうなんか喋ったりするの好きだから生配信とかやりたいなって思ってた。なる前から。あ、にっこりマーク、かわいい、ありがとう。メールの揺らけ事件が気になる子供、やばかった、もうそれ大変すぎて、もうね。一日それで潰れたってぐらい大変なことが起こったんですよ、夜明けで。そう、めっちゃ大事件が起こって、夜明けの事件カメレオンさん、ショールーム別に見てたわけじゃなかったけど、なんか自分が喋るのが好きだからショールーム自体の存在は知ってて、あんちゃんとかみちとかやってたし、自分もやりたいないつかって思ってました。違うの、噛みすぎて鼻が痛いからね、もう最近ハンカチで噛んでる。台湾やられ、花粉より多分風なんだよね今。今日は20分ぐらいまでやります。おはよう、私はあれなんですよ、昨日本当にもうやばいな、29よな昨日、あ、一昨日やん、もう一昨日を、私は運勢絶対めっちゃ悪かった、本当に朝から厄介なことがめっちゃ起きすぎて、もう本当に朝の朝一つゆらけで大事件が起こったんですよ。もうちょっとこれは本当に大事件で、私もママももうなんかすっごい大変なんですよ朝。そっからあの家族でご飯を食べに行って、そっから自主練習しようかなと思ってバスに乗ったんですけど、バスの中に財布を忘れてしまって、そうで、その財布を忘れてしまって電話して
あ、ゆらさんですかみたいな、あのバスの中に置いてありましたよって言われて、どこどこ営業所まで取りに来てくださいねって言われて、でもお金ないからバスに乗れないんですよみたいな感じで言ったら、いや事情説明したら降ろせるようにしとくからみたいな言われて、すいませんって言って30分ぐらいバス待って、それ行きのバスに乗って終点まで行ったんですよ。終点まで行ったら、あのなんと私違う営業所に行ってて、うちには財布はないんですけどみたいな、もしかしてなんたらなんたら営業所の方じゃないですかって言われて、そっちだってなって、やばいどうしようと思って、こっからってどうやって行けますかって言ったら、歩いて40分でタクシーで行くしか道はないですって言われて、でもタクシー乗るお金なんてないですってなって、一旦またバスを乗ったところまで戻って、その本当のバスに乗り直してそこに行くというね、なんかやりたかったことが何にもできなかったんですよ。しかもね、携帯の充電も切れてて、もう本当に朝からついてないことが起きすぎて、一昨日はもう本当になんかめいっちゃってた絶対魚座、そう絶対魚座さ、12位だろうなって思ったら、その日魚座1位だったからさ、マジでこの占い当てになんないなって思った。 iPhone がいつもね占いを見てたのなんか毎日 iPhone 自分の星座の占いを確認してて、それを見たんだけど、いや全然合ってないやんと思って。あーまさみくん、たーありがとう、2周年おめでとう、あくな、ありがとうまさみくん、ありがとう。あ、もうそれからその占いは信じてない。一旦肌水だけ、ララセンシードさん、でも日本はいい国だと思いました。だって中身が1円も取られてなかったから、さすが日本はいい国って思いました。じゃん、まさみくん2周年おめでとう、ありがとう、ありがとういや、そう風、あれだよさ、風です。花粉症もだと思うけど、風の方が多分強い、鼻水は。パックさん、シュラだよ、復唱しまくった。してして。メイジーさん。そう、あの今月は生写真間違えて持って帰ってきちゃったから、あのタワーくださった方は生写真にサイン。あ、そうそう、今日の2周年コンサートはですね、あの広島、あー出なかった、くしゃみ出そうだったのに。今日の2周年コンサートは広島で行われるんですけど、ニコ生さんで生中継されるみたいなので、よかったら広島まで行けないよって方はね、あのそのニコ生さんの生中継を見ていただけたらなと思います。
なかったで、そうだったのに。だから東京の方とかはね、広島行けないよって方はぜひニコ生をチェックチェックお願いします。でもなんかみんなにめっちゃ言われるんだけどさ、あのファンの人に2周年記念コンサート何か発表ありそうだよねみたいな、どうなんだろうと思って。えねえ、あとみんな聞いて、えめっちゃそう、みんなに話したいことあるんだった。東京の方でこれから向かいます。聞いて、めっちゃ言いたいことがあったんですよ。あれっす、あれです、今日の11時半に日本の年号が変わる、え明日だっけ、明日、え明日ですか、えその29日も、え明日ですか、明日でした。あの29日もう、あの11時半に新しい年号が発表されるっていうニュースをやってて、あの4月の1日のそれを私は今日 あの29日の11時半に発表なのかと思ってめっちゃテレビの前で待機してたら4月1日だったからまだかいと思って。明日だった発表、あ変わるの5月からなの、あそうなんだ。あそうなんだ、えでもゆら的にえもうそうママとそう29日に次の言語が何になるかなんかって話してたんですよ。で、あの今まで平成昭和明治大正とかこう今まで言語でなったことのあるあのアルファベットはならないっていう風になんか噂で聞いたので、だから平成の H とか昭和の S とかもうないから、なんか次はなんかそういろいろ考えて K とかが来るんじゃないかなって思って、ゆら的にね。でなんかその年号って毎回意味があるじゃないですか、こう平成だったら平和になるとかそんな感じ、え分かんないけどゆら的な考えよ。昭和は分からんけど、対象だったら大きく正すとか、明治だったら明るく収めるとか、なんかそういう意味があるんじゃないかなって思って、で K で何かなって思って、まあでも私的にはなんて言うんだろう、こう災害とかが多かったので平成はとってもその災害とかが多いから、あの復興の意味を込めた年号になったらいいなって思ってて、で何だったっけ、ママと一緒に考えたんだよ、何だったっけな、何だっけ、何言ってたんだっけ、あ、違うわ、それで考えて結果 K じゃなくって K ぐらいが来そうだなって思ったんだけど結果 K じゃなくって、私的に思ったのは栄光で、その栄光の漢字が栄えるに復興の功で栄光とかになったらいいなって思ってて、栄光これから復興が進んでどんどんもっと栄えていったらいいなっていう願いを込めて栄光とかだったらいいかなって思った。まあ、もし K が来るのであれば、そう K が来るのであれば、あの紅になってほしい。
が来るのであれば紅になってるし、紅だーっていう時代にしたいから紅に染まったまあそれは結構おふざけだけど、まあ栄光とかだったらいいかなって思いました。はいって思いました。はい、それではですね、私はちょっと30分ぐらいにもうお家を出て2周年コンサートのリハーサルに向かうので、ショールームはそろそろ終わりになるんですけど、皆さん後で2周年コンサートで会える方は、お待ちしております。そして会えないよって方もよかったらね、ニコ生で見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。そして ST48 2周年おめでとうございます。イエイ、2周年おめでとう。ということで今日も配信来てくださってありがとうございました。ちょっと短い時間にはなっちゃったんですけど、ライブ行く前に配信できてよかったです。それでは壇上見たいと思います。13位、青森からあとみむりんずさん、12位大地さん、11位ラブリーみやさん、10位ひろでぽるさん、9位カメレオンさん、8位あー変わってた、13位ラブリーミオさん、12位ヒロデポルさん、11位オガッチさん、10位フーラ、9位シーイチさん、8位ショウヤ、7位カメレオンさん、6位七センチズ、あとダブルアカリン神吉さん、5位タニュリップスさん、4位ナベナベ、3位アツシアット愛知県の人、2位が伝説のヘレポン、あと12列目ど真ん中席にレッスンお願いします。そして1位はズル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 まさみくんでした。どうもありがとうございましたということで2周年、もっともっと STU 盛り上げていくぞということで、行ってきます。バイバーイ。せーの、ブチッ。